りょうさんです。どうもです。どうも。はい。ということで、はい、激動の2022シーズン終わりまして、もう年の瀬ですよ。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。F のは何年目でしたか？もうなんかかれこれ10年ぐらいはやってるかな。やってる感じしますけど ね、うん、ね。そうだ、やってるね。気持ちとしてはね。気持ちとしてはもうすごい長いよね。はい。うんうん。そう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 。でね、はい、僕なんかさ、もう押した選手がさ、軒並みいなくなる。うん。大変だ。ほんとねー、ほんとそうなんですよね。何の動画かって言いますと、今年最後のご挨拶動画です。はい、恒例の、うん、はい、ということで、はい、ゴリゴリのアドリブで攻めていこうかなって。いや、そうです、ノープランで、ノープランですお送りしたいと思います。はい、さあ、今年、まあ、F の輪なんでね、うん、ファイターズの話題、うん、っていうことで、はい、今シーズンどうでした？いや、今シーズンね、やっぱりちょっと新庄監督、はい、話題多かったですし、あの F の輪で言いますと、まあ、そのおかげと言いますか、やっぱりちょっと動画も見てもらえる回数増えたのかなと思いますけどね。あ、そうなんですよ。やっぱね、あのビッグボス効果で、うん、もうオープン戦から結構ね、うん、見てくれる人増えて。そうですね。で、なんならまあ選手で限ると、まあ、清宮、はい、清宮とか、あと高瀬、吉田高瀬、吉田高瀬投手がね、がすごくね、あのこうグラッと伸びたなっていう。はい、これ比例するのかな、やっぱ注目度が高いんじゃないですかね、ってことになるよね。はい、これはすごいね、分かりやすい指標かなって思いました、今年は。はい、はい、あとは、あ、そうですね、まあ、杉谷選手も数字持ってました。持ってましたね、やっぱり。はい、だからちょっと引退ということでね。そう、来年からね。はい、誰取ればいいのって。バラエティー班、バラエティー班、バラエティー班ね。ちょっとね、ではあとはもう一人、今年というか、まあ去年すごいこう伸びていた、はい、ワンボーロン選手。ああ、はいはい、育成で契約ということなんでね。そういう、そうでしたね、そういえば。また這い上がってほしいですし、情報があればね、発信していきたいなと思います。そう、なんせね、はい、あの台湾で見てくれてる方々もいるみたいなので。いや、そうなんですよね。はい、ワンボーロンの動画はね、ちゃんと出していきたいなと思いますよ。はいはい。いやー、僕はね、はい、まあ、やっぱ一番推した翔さんがいなくなって初めてのフルシーズンということで、うん、あー、なるほど。で、まあこれファイターズ誌でも言ったんですけど、はい、あのいろんなね、顔となる主力選手が一気に抜けた後の年だったじゃないですか。うんうん、そうですね。はい、ちょっとね、まあ一応ね、推しは見つかったんですよ。それは翔さんの後の佐藤龍星。ああ、あのコーン風トレードになっちゃいましたけど。そうですよね。じゃあもうこうなったらもう原点に帰って、まあ、コーチのマックでしょうと思うでしょう。思いますけど、マックね、ロッテ行っちゃったんだ。おかしいだろ。で、なんならさ、あ、もうここでね、ちょっとファイターズガールに推し作りたいなーなんて思って、はい、見つけたのよ、すごい好みの子。ああ、いいじゃないですか。ザ・フォックスの、はい、あのパロディー PV 見ました？あ、見ました見ました。あれでセンター張ってた、ミューちゃんと張ってたセンター。見ました見ました。浜野アリサちゃん、はい、あの子押そうと思ったら、はい、卒業だって。そんなことあるねえ。どうしよう。本当にね。あるんですね。ね、そんなことがあるんですね。軒並みですよ。いや、すごいね。でね、もう自虐ネタでさ、はい、ツイッターなんかでさ、来年誰押そうかなみたいな、俺押してない人みんなにいなくなっちゃうからさ。そんなんですよ。いや、誰押すんですか、逆に聞いておきたいですけど、ね、いや、あのね、もう押すのやめようかなって。え、やめるんですか。だからユニフォームとかもさ、はい、まあ、結局作ってもそんなすぐいなくなったらさ、もったいないじゃん。うんうん、別に捨てるわけじゃないけど。ああ、まあまあまあ、そうですね。着れなくなっちゃうから、はい、もうヨウさんにしようかなって。あ、逆にね、ヨウさんね。あ、いいですね。もう自分のユニフォームにしちゃおうかなって。ちょっとなぁ、大…ちょっと F のはちゃんと継続できるんですよね。いや、しますよ、しますよ。卒業なんてことはないですよ。それはしますよ。大丈夫ですよね。はい、だったらちょっとお願いします。それいいですか。あ、もちろんですよ。いいと思います。え、でもだってさ、もうさ、もう耐えらんないよ。確かにね。やられてみなさいよ、もう。いや、耐えらんないですよ。翔さんいなくなった時点で、確かにね、マックって会期はあったけどさ、うんうんうん、まさか辞めると思わないです。ね、一番意外でしたけどね。そうですよ、生え抜きですよ、生え抜き。引退後もファイターズにいた人ですから。
それがまさかね。そうですよ、戻って押し直そうと思ったらこれですから。はい、で僕ね、あの柿木蓮くんとかさ、矢野健とかも好きだったんですよ。めっちゃ良かったですよね。いなくなっちゃったからね。柿木くんね、おかしいでしょ。だってちょっと一回伸びたよね。伸びてますシーズン途中ね。はい、なんでやっぱちょっと押されてんなみたいな。え、だって18年ドラフトだよね。そうです、早いんですよまだ。え、一人脱落じゃん。あとみんないんのに。そんなかわいそうなことある？いや、ないんですけどね、普通はね。これからだなと思ったんだよね。いや、そうですよね。そんなシーズンでした僕。ちょっと来年、あの他球団のメイン選手を押してもらっていいですか、ね、他球団のメイン選手、もう決まっちゃってますよ、じゃあ。あの、巨人の翔さんです。いや、怖い怖い怖い。まあ、そうなっちゃうんですか。はい、そうなっちゃいますよ。こんなところで言えないですけど、はい、僕はあの、交流戦の巨人戦、はい、ライトスタンドにいましたから。言っちゃってるけど、ジャイアンツのユニフォーム着て。まあまあ、ね、球団を超えてね、ファンなんだからしょうがないですよ。まあまあまあ、あの球団というよりその人が好きっていう、はい、話。 いいこと、いいこと、とってもいいことですよ。もう二重に来てたからね、そしたら後ろの女の子に裏切り者って言われましたね。それは裏切り者だよね。ファイターズ来てたのにさ、急に翔さんの打席来て脱いだんだもん。それは裏切り者ですよ。いや、裏切ってないですけどね。裏切ってないよ。むしろ一途ですけど、一途ですよ、はい、逆にね。そんなことあったんだ。そんなシーズンでした。ああ、なるほど。はい、はい、じゃあ僕もですね、これ言っちゃっていいですかね。あ、いいっすいいっす。ですかね、今シーズン実はこちら結婚いたしまして。おめでたい。ありがとうございます。ということで、ね、入籍の日も野球の日ということで。おお、素晴らしい。はい、8月9日に入籍させていただきました。ありがとうございます。まあでもね、ノミニーの奥さん、はい、元々僕も友人でして、はいはいはい、まあ、結構交流があるんですけれど、はい、なんせこのファイターズでね、知り合いましたからね。いや、そうなんですよね。知り合いが、知り合いかじゃねえや、はい、出会いが。出会いがね。ね、はい、もうすごい素晴らしいことですよ。確かに、縁があったんですよね。そう、はい、でそれでね、結婚して、はい、で、ノミニーが今、野村にちなんで野村 J 君のユニフォーム、今年から着てるじゃないですか。あ、そうです、そうです、そうです。で、まあ奥様は、もともとね、A ちゃんとかが好きだったんですよね。そうなんですよね。なんですけど、まあ、いないんで、はい、まあ、今年台頭した郷くんのユニフォーム、うん、まあ、来たんですけど、まあ、ここも面白いことに、まあ、いなくなってはいないけど、どっちも背番号並行するっていうね。なんでだよ。せっかく準備したのに。そうそうそう、どっちも背番号変わっちゃうっていう。ノムニーなんかさ、はい、もともと大使好きだったじゃない。そうなんです。で、背番号33のユニフォームを着た翌年に5番になってる。そうそう。何この5番、ね、野村選手のね。しゃ、これかいいぞこれって言ったらね、背番号変わっちゃうんですよ。そう、5番だから、はい、またまたね、また5番だ。なんかやられてんだよな。ですよね、はい、これちょっと面白いですよね。そうですね、はい、そんなシーズンですね。はい、はい、そしてね、ここにはいないんですけど、うん、カメラマンのコキッチ、はい、コキッチもね、またちょっとプライベートがすごく忙しくなった人なんで、うん、いやー、そうですね、なかなかね、試合とかにも来れなくなっちゃって、うんうんうん、でもなんか一途に僕たちを手伝ってくれたりしてるんでね、はい、別枠で一言コメントもらおうかなと思って。そうですね、まあ今顔ここら辺にあるのかな、この辺に静止画で載せとこうかな、載せとこうかな、うん、あとはもう、飛んでたら喋ってるんだけど音声だけちょっと消して、ここずっとなんかごちょごちょ動いてる、あ、ちょっとうごめいてる、うごめいてる感じを、ちょっとこの音かと思います。ありがとうございました。あ、投げたのか。そして、はい、もうそしてじゃないんだよ、来年エスコンフィールド北海道、うん、北広島にいて、はい、そして新しい歴史が始まるわけですね。そうですよ、これね、F ノアとしてももうもちろんね、行きたいんですけど、チケット争奪戦がどのぐらい加熱されるのかっていう、ちょっと問題もあるので、このね、F ノア含めこのその関係者が、はい、本当にしっかりみんなで見に行けるのか、まとめてチケットを取れるのか問題も結構出てくるので、まあ一緒に行ったとしても別の席とかね。いや、理想ですね。なりかねない。はい、そっか。またね、毎試合行けるのかって言ったら多分そうでもなくなってしまうのかな。多分ね、札幌ドームよりは頻度は間違いなく落ちるとは思うのよ。はい、ただやっぱ動画はね、お届けしたいんですよ。うん、なんせ今ほんと世界中で話題の新球場ですから、うん、ここはね、お伝えしないと。そうですね。だこの未知のね、新球場、はい、未潜入動画とかもね、いやー、見たい。はい、シーズン初めにいろいろやると思うので。そうです。
ですよね。よろしくお願いしますよ。いや楽しみだな本当に。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします本当に。はい、でね今4300人か400人ぐらいの登録者数になってるわけなんですけど、はい、まあ、これ5000人になった暁にはほうやっぱり節目としてねほうちょっと大きめのプレゼント企画とかもやりたいんで、あら稼がせてください。あら稼がせてください。稼がせてください。そうですね、はい、プレゼント代用意する。そういうことです。はい僕たちね、ぶっちゃける YouTube なんで、はい、ちゃんとそこら辺はちょっとね、再生数回してもらえればいいプレゼントになるかもしれない。そう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 、ユニフォームとかいっちゃうかもしれない。あー、なるほど、ね、ですね。ということでね、はい、2022年もお世話になりました。本当お世話になりました、はい、2023年もまたね、新しい時代の幕開け、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またね、今年も球場など声かけていただいた皆さんも本当にありがとうございました。あー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、はいはい、ということでね、Fのはまた来年もやらさせていただきますけれども、やるってことだよね。やらさせていただきますけれども、はい、はい、今年は、うん、本当にお世話になりました。はい、お世話になりました。ということでまた来年よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで挨拶動画でした。はい、はい、バイバイ。そんなんだったっけな。ヒーローインタビューでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日の勝利はね、まあ、全員でもぎ取ったものですし、まあ、何よりファンの皆様。